札幌中島体育センターです。86年世界最強タッグ決定リーグ戦札幌大会の公式戦が始まります。まずはご覧のジャンボ鶴田天竜組対ジャイアント馬場タイガーマスク組の指定の対決、同門対決だけにどういう内容になるか興味津々のカード。さあ鶴田天竜組、現在公式戦2戦消化して4点、なんとしても優勝奪回を狙う記録充実の鶴竜、全日本のエースコンビだけに狙われる立場でありますが、スケールの大きい連携プレーで V 戦線へ必ず出てくるでありましょう。鶴田天竜先に入場。さて今度は指定の対決になりました。相手チームはジャイアント馬場タイガーマスクのニュー指定コンビ、新 BT4 のネーミングが決まりまして、はつらつとしたファイトを見せるタイガーマスク、そしてタイガーマスクを実にうまく使っているジャイアント馬場、ここまで公式戦まだ1戦消化したわけでありますが2点を取っております。上位進出を狙います。そしてその鍵を握るのは初めてリーグ戦に参加のご覧のタイガーマスクだ。このリーグ戦で長州組に借りを返して今夜鶴竜を必ず倒すと公言したタイガーマスク、非常に強気で臨みましたタイガーに期待したいと思います。さあヘビー級の大海原に飛躍する絶好のチャンス、天竜鶴田どういう風に戦っていきますか。ジャンボ鶴田天竜は先に入場。これが馬場タイガーマスクチームです。世界最強タッグ決定リーグ戦札幌大会中盤戦公式戦であります。試合先立ちまして札幌テレビ、日本テレビ並びに番組のスポンサーから両選手に両チームには豪華な花束が贈られました。ジャイアント馬場タイガーマスクに遠慮なく行く、こう言っています。天竜ジャンボ鶴田2度目の優勝へ意欲満々、ジャンボ鶴田タイガーマスク最強タッグ決定リーグ戦初参加、スピードで勝負だタイガーマスク、ジャイアントバーバー、そのタイガーマスクをどのように動かしていきますか。温帯ジャイアントババ、4点チームの鶴竜、2点チームのババタイガーマスクの札幌決戦であります。公式戦30分の一本勝負、解説は竹内康介さんでありますが、公式戦指定対決、まあ、同じ釜の飯を食っているだけに両選手4人とも微妙な気持ちが動くかと思いますが、武井さん、公式戦だけにですね必死の攻防になるでしょうね。そうですね、ともかくですね、まずやっぱり相手から2点を取るんだということですね、はい、ともかくこれをその最大の目標にしていってほしいですね。なるほど、そうですね、勝負の鍵を握るのは勝っても負けてもタイガーマスクでしょうね。やっぱりタイガーマスクの働きいかんでしょう ねえ。さあ先陣を切っておそらくタイガーマスクが出てくると思いますが、さあ新 BT4 の作戦はどうでしょう。おっとどっちですかね。相手の動きを見てまだ出ません。あ、馬場が先に出た、馬場が先に出ました。これはちょっと鶴竜の方もちょっと鶴竜の方が竹内さん出方を失いましたね。これはやっぱり心理的にうまい作戦ですよね。うまいですね、さすがに頭のジャイアント馬場、私たちもおそらくタイガーマスクと思ってましたがね。当然はタイガーの先発ではもう上等手段だったですからね。温帯ジャイアント馬場が出てまいりました。赤いトランクス非常によく似合います、今夜のジャイアント馬場であります。さあそして鶴竜は天竜だ。天竜と鶴田がちょっと迷いましたけれども、これがどう影響してきますかね。やっぱりですね、当然タイガーが出た場合ですね、はい、もう頭からガンガン攻めようと彼が考えてるわけですね。はそこにやっぱり温帯の馬場が出てくるとなりますとね、ちょっとやっぱりその戸惑いが出てくるんですね。あっとタイガーマスクがまずブランチャー攻撃に出た、相手の腕に体当たり、そして場外では仁王立ちのジャイアント馬場、いい作戦を取っています。ジャイアント馬場が天竜を場外に落として、その間に勢いをつけてブランチャー、4次元殺法をうまく使いますね。武井さん、この辺りがですね、馬場タイガー組の前やっぱりインサイドワークなんでしょうね、はい、再び天竜がリングの中待ち受けておりますのはタイガーマスク、場外に鶴田が出ましてジャイアント馬場の胸板に思い切ってチョップを打ちました。さあサイドには鶴田とそれからジャイアント馬場が入りましたが、リング上天竜とタイガーマスクであります。もう遠慮なくガン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 行くと言っておりましたが、ちょっと苦戦を制せられました天竜。さあどうでしょうかこの勝負。まあ、本物のヘビー級の強さ、それから凄み、重さ、これをこの試合でタイガーマスクは
体験すると思いますが、今の飛び道具もいいですね。低い位置だったんですけど、的確に胸板を貫いてますからね。はい、あの猛虎7番勝負の1番勝負の時にもこういう4時間殺法が非常に効いたんでありますが、後半になって疲れが出始めたタイガーマスク。タイガーマスクとしては竹内さん、スタミナでしょうね。問題はそうですね、やっぱりヘビー級に通用するスタミナでしょうね。そうなんですね、ヘビー級のトップレスラーの鶴竜を相手にスタミナがどこまで続くか。前半戦の動きは非常に良かったタイガーマスクでありますが、こうやって勢いよく突っ込まれますと、もうあっという間に動きを止められてしまいます。さあ鶴田とタイガーマスクだ、これまた指定の関係にあります。ダブルアームスープレックス、遠慮会釈なくジャンボ鶴田が打ちまくります。まあ、思い切ってやることが竹内さん、タイガーの成長につながるわけですよね。そういうことですね。そしてタイガーマスクにとりましては、今後の猛虎7番勝負に自信がつくわけです。まあ、パートナーのジャイアント馬場も、おっと16番ジャイアント馬場の16番いかんなくインサイドワークを発揮、馬場が飛び込んできた。さあ相手は弟子の鶴田だ、思い切っていきます。札幌のお客様大騒ぎ、喜んでいます。今夜の指定の対決、しかし公式戦どうしても得点を重ねなくてはなりません。ジャイアンチョップ炸裂、ジャンボ鶴田マットに沈みました。磨いた顔鶴田起き上がった。さあ自軍のコーナー、鶴竜のコーナーは赤い陣営だ。さあ2人がかりダブルの攻撃で遠慮なくいった、倒れた、本体倒れました。そのままカバーの体勢、天竜が取るか、カウント2、場内騒然となってまいりました。さあ円錐切り行ってますね、天竜がね。竹内さん、今のはちょっと当たりが下がったような気がしますね。はい、さあもう一回抱き起こして脇に首を突っ込んで、さあバックドラップ、天竜が大技をどんどん仕掛けています。そしてトップロープに上がって得意のエルボー、容赦なく攻めるぞ。馬場の動き完全に止まった。しかし足を伸ばします、足を伸ばします。やっとブルーのコーナーに逃げ込んだジャイアント馬場。さあ鶴竜が押し込んでいます。さあどうでしょう、このままの流れでいきますと、やはり鶴竜のペースになってしまう、そういう感じがいたしますが、タイガーマスクは自ら飛び込んでこなきゃいけませんね。そうですね、ああいう場面でやっぱりタイガーの積極さが欲しいですね。はい、さあタイガーマスクだ、この勝負でタイガーマスクの売るものという得るものというのは非常に大きいかと思います。まあヘビー級の2人を相手にして、竹内さん、オールマイティに対処できるレスリング、それからラフファイト、パワーファイトのバランス、こういったところをぜひとも勉強してもらいたいですね。そうですね、もう相手チームからどんどんいいものをやっぱり吸収していってほしいですね。そうなんですよね、公式戦しかも実戦で勉強できるわけですから、これはもう恵まれた存在ですよね。そしてこれはもう年に1回のチャンスですからね、はい、さあ下になっているタイガーマスク、もうこの2番勝負も噂では世界チャンピオンのリックフレアあたりの名が上がっているだけに、この際徹底的に自分の力を磨くべきでしょう。さあタイガーマスクだ、サイドのヘッドロックに取られました天竜であります。なんといってもこの86年世界最強タッグ決定リーグ戦で優勝を狙うという鶴竜、現在の鶴竜はボディーカーンから2点、マーセルジンクから2点、計4点。まあ、最大の難関は来週のこの時間にお送りする高松からの実況生中継、長州八戦、これでしょうね。そうですね、ここを何点で乗り切るかが後半の一つの大きな鍵になってきますね。まあ、インタータグの因縁、それからリーグ戦の得点争い、いろいろまあ絡み合いましてすごい勝負になるかと思いますが、鶴竜の優勝のためにはこの長州八戦、手段を選ばず2点を取ることでしょうかね。そうですね、やっぱり、ここでどういう作戦を取るかが一つ問題になってきますけどね、はい、やっぱり安全圏でその時間切れで1点を取るか、はい、あるいはもう一気にその2点をもぎ取ってその勝ちを狙ってくるか。なるほど、これによってやっぱり後半の優勝展開が大きく変わってくるでしょう ね。昨年は時間切れの引き分けでした。そして12月の20日放送の日本武道館優勝戦は対ハンセンデビアス戦、これは去年は両チームリングアウトの0点ゲームでしたよね。そうですね、それだけにこのチームもですね、何点になるかがやっぱ大きな鍵になりますね。そうですね、川津落とし天竜であります。さあ大きな山が2つ訪れます。来週は高松から実況生中継、長州八戦、最終戦の優勝戦はハンセンデビアス組鶴竜であります。さあタイガーマスクの動きが止まってしまいました。この後この辺りから自力を発揮するのが本当のヘビー級の強さだ。さあジャイアント馬場の胸に打ったぞ、鶴田が遠慮なくいきます、遠慮なくいきます。いい対決になってまいりました。馬場の表情をご覧になってどうですか、竹内さん。いいですね、非常にやっぱ厳しい表情ですね。厳しい表情ですね。だからこの館内の馬場コールがですね、今後どういう試合展開を左右するか、うん、はい、この辺りも興味ありますね。あ、なるほど。さあサイドのヘッドロックに取ります。さあジャンボ鶴田だ、馬場を動かした、馬場を動かした、ジャンピングに当たった、正面から確実に顎の先端を捉えている。またロープに逃げます、
長い足を繰り出します馬場であります。馬場の攻め方としてはもう要するに手の内はもう全て知ってるわけですからね。そうですね、何でもできると思うんですがね、作戦が立てられますよね。ねえ、しかし今夜はやはりマナ弟子のタイガーマスクをうまく使おうというふうに頭の中では考えてるんでしょうね。そうですね、やっぱり勝負どころだと当然タイガーを出していくでしょうね。そうでしょうね、それがやっぱりいい面に出るか、あるいはその逆の効果を及ぶか、これがその大きな分かれ目になってきますね、はい、そうですね。さあジャイアント馬場が今度は脳天空竹割りの体勢で前に出てきた。さあ鶴谷も打ちまくる、鶴谷も打ったぞ。さあ今度は相手は天竜だ。そしてタイガーマスクにいい体勢で渡します。さあタイガーマスクはどういう風に出てまいりますか。相手は兄貴分の天竜、フライングボディアタック、相手を倒した。そのままカバーの体勢、これ一つじゃ足りない、もう一つフォローに行かなきゃいけませんね。今度は首4の字固めであります。あそこでもう一つ大きな技じゃないですかね。やっぱり寝技に入る前に大技もう一つが必要だと思いますね。そうなんですね、一つ打っておいてもう一つ四次元殺法、この連携の積み重ね欲しいですね。さて先ほどジャンボ鶴田天竜、どうしても今年は優勝を飾らなくてはいけないということで、来週高松の長州八戦、それから日本武道館決戦、阪神デビュー戦ご案内いたしましたが、12月12日の日本武道館最終戦優勝戦にはあの輪島も登場いたします。まあ、鶴竜としては優勝を飾って色を添えたいでありましょうし、まあ、輪島とともに祝杯を挙げたいことでありましょう。さあその輪島でありますが、かねてから親交のありますボクシングの世界ヘビー級ニューチャンピオンのマイク・タイソンから、まあ、T シャツなどをプレゼントされたというニュースが伝わっておりますけれども、ニューヨークで束の間の休養を取って再びシャーロッテに入りまして、現在は猛訓練中、12月12日東京デビューに向けましてハッスルしています。輪島東京デビュー戦は12月13日再来週のこの時間に放送の予定でございます。輪島の東京デビューも楽しみですね。武さん、そうですね、やっぱりどんな相手とどんなコンタファイトを見せてくれるか、これ楽しみですね。相手次第ということになりますが、まだ相手はシングルマッチなのか、タッグマッチなのか、相手もまだ決定しておりません。分かり次第お伝えしてまいりたいと思います。さあ指定の対決の公式戦、流れはやはり鶴竜が取ってると見ていいですか。そうですね、やっぱりパワーでは完全に鶴竜が押してますけどね、はい、ですからその鶴竜のパワー対ですね、馬場選手ってやっぱり頭脳作戦のやっぱり人の勝負になってきましたね。はあはあ、さあタイガーマスクに的を絞りました。鶴竜コンビです。さあコブラツイスト、コブラツイストジャンボ鶴田です。いつも同じ釜の飯を食ってる仲間同士という戸惑いというのは感じられますか、竹内さん。まあ、これは当然あると思いますね、はあ、それが逆にですね、その2点をもぎ取るがですね、まあ、時間切れその1点でもいいかなという一つのですね、うん、心の隙になるとですね、やっぱりこの一つの勝負に大きな溝を差すか結果になりますね、はあ、さあ後ろから回りまして、ジャイアントがチョップをジャンボ鶴田に打ちました。さあタイガーマスクの動きが止まったのがちょっと心配だ。これではヘビー級としてついていけません。ドラッグキック、これです。そしてまたプランチャーか。さあ持ってスライディングキック、タイガーマスクスライディングキックでジャンボ鶴田を回った、奥深く押し込みました。これはいい攻撃だ。これを使えば得点に結びつくチャンスも生まれるわけですよ。そうですね、臨機応変に4次元殺法を使うのは必要かと思います。タイガーマスク、ヘビー級のタイガーマスク、さあ兄貴のジャンボ鶴田を痛めつけている。フライングエルボー落とした、いい攻撃だ。鶴田の動きもやや止まりました。さあジャイアント馬場がここで再び出てまいります。馬場とタイガーマスクのこの呼吸というのはどうですか。いいですね。いいですか。一見その非常にバランスが悪そうにも見えるんですけどもね、やっぱその馬場選手のリードが非常にいいですよね。はーはー、リードがね、それはそうでしょうね。さあジャンボ鶴田とジャイアント馬場、おっと豪快なブレンバスター、すごい勢いで赤い陣内に連れてまいりました。しかし長い足を駆使してロープに逃れますジャイアントババ。さあ鶴竜がもう師匠のジャイアントババからフォールを奪えるのかどうか、興味津々の今夜の指定の対決公式戦得点争いであります。ジャンボ鶴田天竜組現在4点、ババタイガーマスクチーム現在2点であります。その他、ハンセンデビアスが現在のところ4点、それからキラーカンゴディが4点、ザ・ファンクスが4点、こういう流れになっています。何しろ得点争いですので、もう一試合一試合が大事ですからね、竹内さんね。まあ、トルコの最強タッグの場合はその1点の重みといいますかね、はい、1点によってやっぱり試合の一つのその明暗が分かるケースが非常に多いですからね。あーねー、公式戦は30分の一本勝負です。さあジャイアント馬場も
飛び込んでまいります。相手は天竜。さあ16番だろ。16番の洗礼を受けました天竜。あまりないことです。もう1年に一度の勝負ですからね。これはそうですね、今のつなぎにしてもやっぱりうまいつなぎですよね、はあ、さあ今度はタイガーマスク。さあ回転してのスピンキック、相手の喉を捉えました。鶴竜に聞いてみたんですけれども、タイガーマスクは僕らにない技を持っているから、これを対応してくると怖いですねとこう言ってますかね。ですからタイガーとしてはそこがやっぱり作戦の一つのうちなんですけどもね、そうなんですね。しかしちょっとまだそのいわゆる4次元殺法の利用度というのはちょっと少ないような感じですね。ですね、もっと出していいですね、はい、もっとあのボンボン打つべきですね。ねえ、もう徹底して4次元殺法を狙って相手の鶴竜のコンビネーションワークを潰す、こういう風に出たら面白いかと思いますが、さあジャンプしたぞ。おっとまたスピンキック、足を捉えたぞ。冷静だ。今度はおっと円錐、左の足で円錐。タイガーマスクです。さあ赤棒を奪われましたか天竜。ここでどういう、おっとヤシの実割り、久々で見せた、出ましたね、出ましたね。ジャイアントからのヤシの実割り、ボクラスクラッシュ2発、久々です。わーっという歓声、ビッグゲームには強いジャイアントババ、ヤシの宮城を出した。ここで16番か、おっとジャイアン、おジャンボ鶴田がこれはノータッチでやりますが、危ないと見たんでしょうかね。そうですね、ラリアット打ちましたね。ジャンボラリアットで粉砕、ジャンボラリアットで粉砕。さあその間にタイガーマスクが再び出てまいりました。ヘビー級の脳天食い打ちであります。振った、受けました。天竜の方もちょっと重みが感じられたんでしょう。倉本さん、表情、はい、控え室でね、試合前に聞いてみたんですけど、長州の本音を聞きました。ババアタイガーマスク組に頑張ってもらいたいんだからな、こういう話でした。なるほど、それはそうでしょうね。ここで得点を鶴竜が失うということになりますと、長州やチームはもうがぜん有利になってきますからね。まして長州やつは一つですね、もう2点を落としてるわけですからね、はい、そうですね。その長州やつは今夜この後、公式戦テッドデビアススタンハン戦組との対決であります。今夜札幌決戦、大きな山、優勝への山を迎えます、長州やつチーム、まあ、それぞれ長々走ってやってますね、各チームはね。そうですね、さあしかし鶴竜はここはもう得点は自分のものというふうに思っているでしょう。さあしかし意外に勝負はもつれてますよ。竹内さん、ちょっと長引いてんですよね。もっともっと勝負をつけるなら、もう徹底的にジャイアント馬場を目標にして、あるいはやはりヘビー級といえども小兵のタイガーマスクを目標にするか、どっちがいい作戦だと思いますか。やっぱり狙うなんてこれタイガーになってくるんじゃないですかね。あ、そうですか。さあ馬場選手をどうやって分断するかですよね。タイガーマスクから今度はジャイアント馬場へのつなぎであります。さあジャンボ鶴田と鶴竜もちょっと勢いが止まったような、そんな感じであります。さあ思い切っていきます。さあ指定の対決だ、仁王立ち、おっと腕を取った。さあ遠慮なくいけ鶴田、遠慮なくいけ。さあ仁王立ちのジャイアント馬場、馬場も遠慮なくいってほしい、そういう感じがいたします。おっとすごいチョップ、威力があります、うわっと重みがあります、パワーがあります。さあさあどうだ、対角線上に投げた、もう一回返す、いい勝負を見せます。ここという時に本当に大きな、そして大事な勝負の時にはもう全力を投球いたします。ジャイアント馬場のうまさでしょう。体重を乗せてきましたね、竹内さん。それもうまいですね、一発しかし鶴田のラリアット食ってますからね。そうですね、それを封じようというジャイアント馬場であります。理にかなった戦法、勝負は今15分が経過いたしました。おっとダブルの円錐、ダブル円錐です。これをシリーズの前、鶴竜は相当練習積んでましたね。馬場選手相手だとちょっとやっぱり効果が薄いですね。あ、そうですか。さあ天竜が円錐切りを今打っているところです、まあ、鶴田天竜鶴竜コンビはどうでしょうか。今年のベストバウト間違いないと言われております10月27日新潟でのインターカイブ戦ね、はい、勝負2人のコンビネーションは完璧によみがえりましたよね。そうですね、やっぱりあれを見る限りですね、やっぱインターカイブのベルトいつ戻ってきてもおかしくないですね。そうですね、それをこのシリーズリーグ戦に持ち込んでば我々の優勝だと鶴竜が語っています。まあタッチのタイミング、それからそうですね、1手2手あるいは3手ぐらい先を読む判断力、これが蘇ってきたんですよね。そうですね、いやしかし馬場タイガーマスクチームもやります。さあその1手2手3手以上読めるこのタッグチームの鶴竜でありますが、今夜の対決はどう読んでるんでしょうか。ちょっと相手チームにかく乱されてますか。相当翻弄されてますね、さあ今度は思い切ってバックドロップ、
ジャンボ鶴田。さあ110キロのタイガーマスクをマットの上に思い切って落として、そして場外に出たぞタイガーマスク。さあ鶴竜、これは余裕なんでしょうか。追いかけません、追いかけません。あっと今やっと場外に出てまいりました。さあ再びタイガーマスクを捉えてリングの中に引っ張り出します。さあ、あくまでもリングの中での勝負だ。勝ったチームが得点2点、時間切れのもし引き分けということになりますと、おのおののチームが1点ずつと、こういう公式戦の正式ルールであります。意外にもつれ合っています今夜の対決。こうなると思いましたか、武井さん。もうちょっとやっぱり隔離が早く仕掛けると思ったんですけどもね。そうなんですね。もう最初の段階でどっちが先に出るかというところで、ちょっと鶴竜は迷いがありましたもんね。作戦をミスった気がします ね、まあ、それだけにこういう風な流れになっているんでしょうか。おっとネックブリーカードロップ、ジャイアントババ。さあババが動き出したぞ。起き上がりました。鶴田をロップに振って、まず16問、ジャンボ鶴田も久々で受けるんでしょう。師匠ジャイアントババも16問であります。もう1回狙うか。さあもう1回狙うか。今度はネックブリーカードロップだ。ランニングネックブリーカードロップ、3度世界チャンピオンの座を掴んだ時のフィニッシュだ。殿下の方向を見てきましたよ。そうですね、やっぱり好調な証拠ですね。好調な証拠ですね。ココナッツクラッシュ、足の目ありも2連発見せました。今度はミサイルキック、タイガーマスク。さあ得点のチャンスが出てきた。さあ大番狂わせがあるか。ジャーマンスープレックスホールド、タイガーマスク必死で打ちます。カウント2。おっと人間鏡を描きます。今のどうですか。いいブリッジだったんですけどね、ちょっとやっぱりその天に飛び込んでて間が入っちゃったんですね。さあタイガーマスクはちょっと首を左右に振っています。さあジャイアントババが鶴田を捉えた。そしてフライングボディアタック、そのまま抑え込んだが鶴田が返した。鶴田返した。カウント3だ。天竜もジャイアントババを抑え込んでいました。うまい返し技、さすがに1枚目ジャンボ鶴田。相当タイガーマスクのジャマンスペックスホールドに追い込まれはしましたけれども、しかしジャンボ鶴田1日の長があります。本当に冷静に裏返しましたね。あの辺りのジャンボは完全なそのパンクス仕込みですね。はい、まさに頭のプレーと言っていいでしょう。勝負タイムは18分37秒。ジャンボ鶴田がタイガーマスクに返し技を決めまして、公式戦プラス2点。これで鶴田天竜チームが現在のところ4プラス2点で、札幌大会を終えまして6点で単独トップに躍り上がったわけですね。それも無傷ですからね、このやっぱり6点は大きいですね。そうですね。さあそしてジャイアントのタイガーマスクチームにも温かい声援が送られております。タイガーマスクも本当にもう自分の全てを出し切ったいい勝負を見せました。ジャイアントババタイガーマスクチーム2点で札幌大会を折り返しということになります。鶴竜チームが6点でございます。